怪我したらはすぐ首しますよって言われたんですよね、それはなんでこんな法、これどこの法律ですかって言えば会社の法律って言われたんです。その手はもうここから全然ないんです、もう切断機械に、機械に巻き込まれたんですよね、青い目だったり金髪だったりという日本人がいても少しも不思議ではない、じゃあその国が他の国とどう違うのかといえば、それは天皇陛下がいてみんな日本語を喋ってるのが日本という国だ。やはりいわゆる高度人材と言われる人たち、大学を卒業して、専門知識を持ってたり技術を持ってたり、そういう人たちに来てもらいたい。我想回家，但是我回家以后钱我还不起。日本の栃木県のいちご農家、いちごを作っている農家ですね、ここで研修生、実習生たちが働いていました。ただ彼らたちは男性ですけれども、彼らたちは1年365日仕事をしているんですね。で朝5時とか4時とかから来て、夜8時ぐらいまで仕事すると。我们五个到了后来还有剩下四个月的时间的时候，他还强制把我们绑架到飞机上。你在干嘛？你在干嘛？お前が掴んでから暴れ。じゃ、手なぜじゃないか。掴んでから暴れ。日本は単一民族国家という建前を崩したくないので、単純労働は入れませんということでですね、研修という名目を使って実際上の出稼ぎ労働をさせていると。Tokyo Bohan Kenzen Kyoryo Kai, which is the Tokyo Prevention of Crime and Health Association. Now, interesting how you pair health and crime prevention together in one sign, but it's an official organization which is making these signs and putting them up around Kabukicho. Thank you.